どうもライオン兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。今私の公式 LINE のお友達を募集しています。この動画の概要欄に、公式 LINE のリンクを貼っておきますので、そちらから私の LINE のお友達になっていただきますと、長期投資の教材、それからビジネスで自動収入不労所得を作っていく方法という動画をプレゼントしています。ぜひそちらを受け取っていただいて、ビジネス、それから投資について学んでみてください。では今日のテーマに入っていきたいと思います。今回のテーマは億万長者理論ということで、お金持ちの考え方と貧乏な人の考え方の違いっていうのを明確にしたいと思います。貧乏というのはどういう状態かと言いますと、お金がない状態がずーっと続く、これが貧乏な状態と言います。で、お金持ちの人っていうのはお金が自動で入ってくる仕組み、考え方、スキルっていうのを持っている人、これをお金持ちと定義します。なのでお金をたくさん持ってる人とか、あるいは高級車に乗ってるとか、ブランドもんで身を固めてる人がお金持ちではないと。それは見せかけのお金持ちなので、本当のお金持ちは意外に物欲とかなかったりして、でも自動でお金が入ってくるシステムっていうのを知っていると。なので仮にお金持ちの人が、まあ仮に一文無しになったとしても、10年あれば1億円作れるというのが億万長者と定義します。ではこの1億円作るのに、お金持ちの人の発想と貧乏な人の発想の違いっていうのを考えていきたいんですけど、お金持ちの人っていうのは起業したり、あるいは投資で複利っていうのを使ってレバレッジを利かして1億円っていうのを10年ぐらいかけて作っていくと。では貧乏な人が1億円を作るときにどのようにしようと考えるかと言いますと、例えば宝くじを買うとか、あるいは〇〇コインを買うとか、まあめちゃくちゃレバレッジをかけたハイレバの FX をやるとか、こういうふうに金融リテラシーが低い人ほど一発逆転の投資をしようとします。ちなみに宝くじ1等が当たる確率っていうのは2万分の1というふうに言われていますので、およそ東京ドームが363個分に人をいっぱい敷き詰めて、その中から1人が選ばれるぐらいの確率なんです。確かそれなりの額を毎年買い続けて、人生を100年生きて、それを10回ぐらいの人生を生きて、やっと1回当たるかどうかぐらいの確率が、宝くじが1等が当たる確率というふうに言われています。なのではっきり言って、宝くじを買うっていうのは、言い方悪いですけど、僕からするとお金をドブに捨てるようなものだと思っています。もちろん宝くじっていうのをしっかり研究して検証して、これなら高確率で当たると言って何回も当ててる人もいるので、そういう人はリスペクトしますけども、何も考えずに当たればラッキーだみたいな感じで買うっていうのは、はっきり言って僕からするとお金を捨ててるというふうに思います。ちなみにですね、この貧乏な人がそういう感じで運で宝くじを当てて1億円以上作ったっていう時は、5年以内にほとんどの人が破産してるというデータが出ています。じゃあなぜお金持ちじゃない人っていうのは、貧乏な人っていうのは宝くじで何億ってすごい大きいお金を作ったのに破産してしまうかっていうと、そもそもお金の使い方を知らないからなんです。貧乏な人は宝くじが当たると、まあ、高級車を買ったり家を買ったり旅行したりとかして、お金を消費してなくなった少ないところから投資しようとします。投資の仕方もわからないので失敗します。宝くじをまた当てようとしても再現性がないので当てれません。ではお金持ちの人はお金を作った時にお金の使い方を知ってます。そもそもお金を使う時に、まあ消費もしますけど、お金が増えることにしか基本的にお金持ちは使わないんです。なので仮に1億円やって、それを利回り 10% で回したら年収1000万の不労所得が入ると。でも1000万の生活をせずに500万とか600万の生活をしかしないんですよ。で、残ったお金を再投資するんです。資産を買う。そうすると不労所得がどんどん増えていく。これがお金持ちの考え方です。なので皆さんも一発逆転で1億円以上作って、で、まあ、今の苦しみ、まあ、会社に勤めに行かないとダメだとか、そういう苦しみから解放されようと考えるのではなくて、しっかりこのお金持ちの考え方を学んで実践して、そんな1億円以上作るの無理だというふうに最初から否定で入るのではなくて、仮に別に億万長者になる必要はないんですよ。
私も物欲がないのでそんなにそもそもお金は使いません。だけども最低限の不労収入ってを得られるようにぜひ皆さんもこのお金持ちの考え方っていうのを学んでください。で、そのお金持ちの考え方っていうのは日々私も勉強しておりますので、私が学んだことっていうのはアウトプットとして公式 LINE の方から発信しておりますので、ぜひ概要欄のリンクから公式 LINE 登録していただきますと、ビジネスで不労所得を作る動画と長期投資の教材をプレゼントしています。ぜひね、LINE に登録していただきまして、で、いろんな悩み事とか相談とかありましたら、私に直接メッセージを送っていただきますと、100% 全てね、返信しておりますので、ぜひ登録お願いいたします。一緒に投資とビジネスを学んでいきましょう。以上で今回の動画を終わらせていただきます。よかったと思われた方はグッドボタンと、あとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。